ちのミドルキックだと、まあ、大体こうで受けるのか、ね、このままで受けるんですけど、それを利用して攻撃来た時にこの中に入りたいんですよ、うん、なんでもう本当にチェラでこう行きたい。で今掴んだね、まあ、普通 の、 常識的な体のルールは掴みがないんですけど、キックあるんで、ぶっちゃけどうでもいいですよ掴むか掴まないか相手倒れるやつ誰も何も言わないんですよ。なんで好きなふうにして、これが掴まなくても上に腕を持ち上げても同じことできる。もうちょっとしたら倒れますよこの人蹴りが強いほどだけはね、もうウェーッ来た時には樹脂ですよね、上がっちゃうんですよ。いいね、上がった時ちょっとミット誰か持ってきて、ああちょっと持ってて、まあ普通にねこう構えて、で蹴りがね今ちょっと強く蹴るんですよ、わかるよね、蹴った瞬間この足は見なくていいから、この軸足 ね蹴る方だけはどんどんこの足がこうなっちゃうんですよ。こうすると全体重がこの後ろのポイントに立ってるわけで、ちょっとだけ蹴ると人は倒れます、タイミング合ってればね。だからそこがチャンスあるだけあるでしょ。ごめんなさい。なんで右のミドルキックに対してはこう行きたいんですね。掴んでもいいし、で掴むんであればちょっとこれ分かんない人がいるかもしれないけど、そのまんまミドルをもらって掴むんじゃなしに背中で蹴りを受け取るように。そうするとまずこの危ないところが守られるわけ。で足の広いところをここで来るからバチッと音するかもしれないけど痛くないんです実際に。なんで背中を向けるだけで OK なんですよ。これはまあパンチでもできるし腹でもできるしこっちからでもできるし何でもある、ね、もう走行だったらそのまま入ってこういけるし何でもある、ね、基本的にミドルキックを掴むときは背中を回す。で背中を回さなくても例えばそのまま行きたいだけだったら、これが万が一上手い人がいるんですよ、こういう蹴りを持ってる人ね、それを蹴られない、顔に蹴られないようにずっと上げちゃえばパンチでも蹴りでもどんな変化があっても自分の顔は守られてる。いいね、これが右足に対して。左足に対してはね、同じことできるんですけど、これを今日したくないんです。今日は左足の回し蹴りに対しては行きたいんです。こういうふうに、いいね、蹴りが来るでしょ、大体これぐらいのアングルで来る。このアングルを一番ここからここまでが足が痛いんですよ、ね、膝が来た時にここまでが痛い。足が伸びちゃえばこの辺は痛くないんです。蹴りの強いところがここからここまでです。いいね、ここからここまでです。その位置を握れますね、こういくこれちょっと賢いんですよねずるいくらいになりましたそれ抜きねなんで立てて、できればもものところぐらいで止めたいんですよ、この腕を。この手は顔から離さないこと。でもこれがもうどんどん前に押して回ることなんですよ。皆さん左足で前になってる、後ろ足をスピンするだけなんですよはい、これはどこで覚えたかっていうと、ボクシングあるよねはっ、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 これなんですよ。いいね、パッパッパッ、ウォッで、また動いて、パッ、これです。おっす、おっす、泥棒しよ、泥棒、どっからでも盗むよ。おっす、なんで、ちょっとスペースが必要なんですよ。で、今日はまあ、初めてかもわかんないから右足でバーンと蹴ってもらって左足バーンと蹴ってもらって、それの繰り返ししてください。おっす、おっす、右足に対しては中に入るか、キャッチして中に入るか、左に対してはもう動いちゃう、ね、もうスピンでもいいんだけどね、大きく動いて、おっす、それで交代しますから、おっす、はい、どんどん広がって